これ解説者の人の名前言わないですけど、その解説者の人の言う通り、あれだけ調子いいチームで、しかも日本人が構想入ってるだけでもポジティブっていう、確かそのリスペクト精神はいいと思うんだけどさ、俺もうその日本人コンプレックス、おーって入った。いい加減やめてほしいと思うんですけどね。日本人なのに海外でやってると思う。日本人うまいから、サッカーにおいてはもう後進国じゃないと思いますよ、普通に。なんかセリア行って中田とかの時代のさ、よく行けたな、すごいじゃなくて。普通にアーセナルだったら、いや、もうロコンが使うんだったら、富安使えよっていうの、あれ、富安使った方がいいシーンいっぱいありますよっていうぐらいでいいっすよ。そういうメンタルが日本人がベスト16で感動ありがとうっていうのを作ってると思うんですよね。ちゃんとやってたらベスト8ノルマにできる国ですけどね。貫いた自分束の間のキング。より